今日はね、いろいろ豪華なメンバーが集まってくれるんですけども、ボーン、乾杯。カチャカチャ。あーもろ。つまみめっちゃおかしくってんな。いやいや。ツイッターで聞いたんですよ。なんか、ズームのみするとき必要なもの何って聞いたら、つまみってめっちゃ、一番多かった。つまみ持っとけかった、ほんまに。確かに。俺ね、でもちょっとこんなん聞いてみたかったんやけど、なんか、いろんな人に会ったでしょ？それこそ、この世界に入ってきて。なんか、すげえな、この人のオーラみたいな、そのランキングつけてくれません？まあ、1位でいいですよ。なんか、この人すげえなっていう、これももう、ミュージシャンあるあるかもしれんけど。あ、菅さん来ました。はい、菅さん。はい。あの、渋谷の文化村スタジオで、すれ違った中島みゆきさん。はぁ、分かんなかった。すれ違っただけなのに。分かんなかったの、うん、あの、中島みゆきさんだと、俺はね。なんだけど、うん、ものすごいオーラで、うん、なんか、バチ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 っていう感じで、俺とすれ違ったのよ。うんうんうん、なんだ、今のって思って、うん、で、後から、スタジオの人に聞いたら、あ、中島みゆきさんですよ。ああ、それぐらい、でも、なんか風来ますよね、それは。もう、風来る。バチ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 って風がこう来る感じ。うん、すごかったな。大概の人に合ってるでしょ、もう。はい。はい、高橋優。僕は、なんか一時期すごいトーク番組とかに出させてもらうことがあって、バラエティとか、ちょっと出たときに、すごく感じたのが、さんまさん。ああ、やっぱりか。はあ、さんまさんか。あの、ちょいちょいやっぱりなんかすごいオーラのある人に会うと、うん、僕、結構意識飛びそうになるんですよ。なんか、ぐらってなるんですよ。うんうん、なんだろう、この感じ。自分具合悪いのかなとかって思うんですけど、大体その人が面白いこと言ってたりとか、その人がぐってこうなんか、多分なんかバーンって出してるときに、なんか、うわっってなんかぐらってなるんですね。で、さんまさんの番組に出させてもらったときは、もうずっともう、自分の意識が飛ばないように、もうそれをずっともう、うん、維持するのにいっぱいいっぱいというか。はぁ。で、偶然にもその日の話題が、さんまさんと会うと頭が痛くなる人みたいな感じになって、うんうん、例えば元乃木坂の生駒里奈ちゃんとか、うん、あとは大竹しのぶさんとかもみんな言ってたんですよ。うん、いや、この人と会うと、その、もう本当に頭が痛くなるし、あの、ぐらぐら、あの、三半規管がやられちゃうみたいな。え、大竹しのぶさんも頭が痛くなるんだ。そうなんですよ。でもだから、さんまさんと大竹しのぶさんが結婚してた期間の伝説って半端なくて、うん、お二人が、あの、新婚旅行で海外に行ってホテル泊まったら、うん、そのホテルの窓から時々、その幸せの青い鳥が見えますよって言ったんですって、ホテルの人が。うんうん、それを見つけられたカップルは幸せになるんで、ぜひとも窓から探してみてくださいって言ったら、普通に飛んでたんですって、青い鳥が、もうその時点で。ああ、じゃあ俺ら幸せになるなと思ったら、さんまさんと大竹しのぶさんが見てたガラス窓に向かって、青い鳥がまっすぐ飛んできて、激突して死んだんですって。すごくないですか？どっちなんだろうね、すごすぎるな。見えたところか。死んでもうたの。こっち来た。幸せの青い鳥殺すぐらいのパワーが二人ある。すごい。やばいっていう話ですよね。岡野君はね、僕あの、あ、玉木さん。ああ、一緒に飲んだね。玉木浩二さん、はい。玉木浩二さん。飲んだね。ね、一緒に僕ね。はあ。ちょいちょいね、木村雄一さんと仲良くさせてもらってて、お世話になって、その木村雄一さんが玉木さんを知り合いだったから、お家に呼ばれてこう、飲むみたいな機会もあったり。で、僕の40歳の、誕生日パーティー、サプライズで来てくれ。菅さんも来てくれたんだけど、サプライズパーティー。菅さんと、あの、玉木さんも来てくれたり。で、玉木さんは、いや、もちろん昔からもね、うちの姉が大好きだから知ってるけども、お会いした時に、なんていうのかな。それこそさっきのグラグラするんだけど、全部飲み込まれた。
もう全部を、それも威圧とかじゃなくて、なんかもうすべて、なんかもう、あれ何神ですか、あの人は。本当に。何神か知らないけど、なんか、ふわーっと、なんか、なんか幸せなのかようわからんけど、放出してる何かを、うわーって。全く威圧もないし、確かに。もないし、もう抱きしめられて、あからか愛してるよ、つって。なんかふわーって、もうそれもうさっきの話、さんまさんの話も近いけど、また中島さんのバチバチとも違う、なんかね、やべえなっていう。で、木村さんのとこで一緒に分かるか歌おうよ、って。で、ワインレッドの心かな。うわ。歌ったんだけど、分かるかここ歌ってよ、俺僕ここ歌うからって歌い始めた時の、もうあの声の、そして持ってるオーラも、すごいのに、歌った瞬間のあの何あの低音の床に、すごいよね、床にすうわだってマイクを通してない声がうーわっとこうもう床に張っていく低音が出て、うん、ちょっとね、化け物だと思った、本当に。なんかの化身でしょ、あれ、本当に。いやあ、やばいっす、それは。はい。龍太くん。これも結構配信的な話題ですけどね、これ結構、この話題は。あれですかね、考えたけども、やっぱ、菅さんと秋人さんですかね。おい来たね、来たね、来たね、来るかなと思った、今さ。おいええー、誰ですかね、マジで、でも。面白くしてよ。面白くしてよ、その話。やめて、もう。ちゃんと具体的なエピソード付きですよ、ね。もう終わったからね。いやいや、この話の取り合いからね。ねえ、それがそうだよ。一番むずいですよ、そんな。やっぱビッときました。いや、誰ですかね。でも、小野横さんとかは、やっぱり。本当違うの？菅さんと秋津さんのとこ行ったんだよ。あったかい、ね、それはまあ、小野洋子さんと会ったことあんの？そうそう、あのジョン・レノンスーパーライブみたいなんで、ああ、俺も会ったこと、まあ、俺もやったそれ。で、その時小野洋子さん来られて、なんか挨拶された時に、ちょっとなんか握手とか話しても、時はやっぱりグッときましたね、ビット。だって世代じゃないでしょ、そんな。やっぱビートルズ好きっていうか、まあ、そっか。ジョン、まあそうですね。ああ、そっか。その中での、やっぱり、生きた歴史みたいな方なんで、生きてる歴史というか、そういう意味ではなんかもう、やっぱ来ましたね。だからでも、これ考えたら世代同じぐらいでしょ、みんな。中島さんもそうだし、玉木さんもそうだし、さんまさんもそうだし、ねえ、小野洋子さんもそうだし。あの世代って何なんすかね？なんか強靭でしょ。また菅さんの世代もすごいけど、うちらからの、あの世代からしたら、そのもう一つ世代上があるじゃないですか。うん、小田和正さんや、なんや、矢沢さんと、ねえ、ちょっとまた、なんか生きた、そのまた、足の踏み込み方が違うみたいな、ねえ、ありますよね。なんか当時の人たちって、なんかスタジアムとかドームでやってももちろんエアモニなんか使ってないじゃないですか。うん、なんかもうみんな生音、なんかなんだったら転がしもあるんだかないんだかわかんないような環境で、そう。ああいう人たちなんかもうガンガンライブしてたとか してますよね。そう。そう、あの、僕、M ステであの、ゆかいさん、田所ゆかいさん。はい。が、ゆかいさんがね、出てて、あの、ミュー、なんて、トイストーリーのやつ？ああ、歌ってたんですよ。で、山寺さんと、山寺宏一さんと一緒に出てて。で、めっちゃうまい。やっぱすげえなとか、山寺さんもうまいし、ゆかいさんもうまくて、うん、ダイヤモンドゆかいさんね、すげえなと思って見てたら、もう転がしも何も置いてない。いや、もうにもしてない。で、スピーカー、外音スピーカーだけってことですか？外音っていうか、そのテレビサイドフィール？はい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 。で、サイド見るわ。で、ちょっと、どうなってるんですかって聞いたら、ん、なんかまあ、なんとなく聞こえてくる音でやってるよって。はぁ、まあ、俺らの時はこれが当たり前だったからねって言って、はらりと、ダイヤモンドユカイさん。
やっぱり、ね、それはそれをめっちゃ感じますよね、なんか。ある部分では、多分、スペックは僕らの方が上がってる部分はあると思うんですよ。うん。うん、なんか、若い人たちの方が多分、なんかいろいろ教育方針とかって多分、うん、なんか、グレードアップしてる部分はあるけれども、うん、なんか人間本来のなんか、なんですかね、底力みたいなやつは、うん、間違いなくその世代の方々のスペックって、すごい高い、かなりハイグレードなものがあったんですよね、きっとね。確かに。すごくなんか、コンピューターがすごく便利になってしまったおかげで、そのスペックが自分下がってるかなって思うと、うん、ちょっとなんかイヤモニやめてみようかなとか。思うよね、そんなことも、ね。思いますよね。弾き語りの時ぐらいはイヤモニ外そうかなとか。わかるわかる。思ったりしますよね。すごくわかる。すげえな、何もなし。菅さん、嫌いな人いるんですか、やっぱり結構。いるに決まってんじゃん。その説明いるに決まってんじゃん。俺も背中押すわ、それ。言っちゃえ、言っちゃえ。え、リュウタなんかあるの？なんか嫌いな人とか。僕ですか？あいつが嫌いとか。なさそうな気もする。言って、そうっすね。まあ。カットするから、ダメだったらカットできるよ。いや、言われへん、いますね、確かに。どういう人は嫌いなんだろう。ヒント。だから、ピー入ります、ピー入るよ。俺とか、嫌いです。あ、そうなんだ。あ、そう。いや、でもこれはちょっと俺の、いろんな、エピソードがあって、あったんだ。ってのがあって、多分一番酔っ払ってもいないんですよ。知ってる知ってる。そんなに飲んでもいないけど、いきなりね、急に一人だけ刀を抜いて、結界を、わさーんって、鉄の塊を。あるんですよ、リュウタは。わかるわ。リュウタ、それやるやる。まだ誰もまだ今、さや抜いてないのに、ナイフですら抜いてないのに。誰も抜いてないのに、もういきなり先陣切って、ね、抜くつもりもなかったのに。菅さんとね、僕なんて嫌いな人ならいませんよね。ちょっと俺もいないですよ、全然。ちょっと怖っ怖っみんなのこと嫌いになりそうですわ。ここでできた、あと3人。ここでちょっともう。しれっともう嫌いになるんだよ、俺。だって急になんか抜いたんだもん、なんか鉄の塊を。おぉ、バシャーンってこう。ねえ。おぉ、まあってみんな急に。ねえ、よかったのに。言うたまあ、その辺にしとけっていう。ヒノキの棒ぐらいでよかったのに。撤回だよ。そうっすね、ちょっと。出しすぎたんすか。いやいや、俺はそういうリュウタが大好き。パックルだから。皆さん、でもほんまありがとうございました。とんでもないです。面白かったです。いやいや、こっちはここですよ。でもこれ普通に飲み会できますね。ね、確かに。寿司にすんなよ、寿司に。寿司にまみれたいじゃないですか、最後。寿司。だけど。寿司にすんなよ。寿司三昧の人ですか。だから美味しそう。結構ね、2時間話してます。2時間。もう2時間か。そう、まあ、大変な世の中ですけど。ね。という間だな。本当に。まあ、こんな今日はね、楽しく話しましたけど、まあ、なんか、こうね、ミュージシャンとしても、なんかこの事態をね、なんかこうちょっと、うん、なんですか、心苦しく思ってるというかね、うんうん、このコロナが明けた時になんかこうね、パッとこう晴れやかになんかやりたいですね。まあこの4人でやるのかどうかっていうのも、おのおのがもそうだし、うんうんうん、なんかね。うん、他の人とやるんですか、岸田さん。え、うん、僕らじゃ以外の人たちがやったりすることですか。もちろん、ポルンプーユじゃない、何年。ポガンプーユか。ポガンプー、ポガンプー、ポガンプーもやるし、これ入ってもいいの？そこに。いやー、もちろん、もちろん、そんな。よし。いや、でも、もうリーダーになるんじゃないの、ね、いや、リーダー、菅スカオさんでしょうよ。そりゃ、菅さん仕切ってもらって。お二人のどっちかがリーダーになっていただいて、うん、菅さんが仕切ってもらって。ポガンプーやる。おぉ。やりましょう。やったりね。ポガンプーはさ、まあすぐこう誰かを貶めようとするからさ。
まだそんな話や。そうそうそう。いつ自分が犠牲になるか分かんない。分かんないよね。周り回ってきますからね。順番ちょっと、ある意味方向性が変わってきましたね。なんか、一人だけ。全員こじれてるから。言うともな。そうですね、ちょっと。こじれてるな。今日に関しては一番こじれてるのはリュータになったんじゃないか。やめてやめて。完全にそうだね。意外なところでね、ミュージシャンこんな感じで、ね、次にこう、はい、パッとコロナが、ね、まあ、いつ収束するか分かりませんけども、なんかね、うまく、こう世の中が落ち着いたときにこう、今ミュージシャンある意味力を貯めてね、パッとライブできるようになるとか、皆さんにいい感じでお届けするときに力を貯めてますんで、まあ、今日見ていただいた人はこれを見て少し元気になっていただいたらいいかなと思いますんで。なんかこの4人でもなんかでき、ここ今できたらよかったんですけど、うん、まあそれはまあシステムが整えてなかったりするので、うん、あのまだまだできない、今日はできなかったんですけど、いつかポガンプーユで、お、皆さんポガンプーユやりたいですね。いいですね。ね、なんかお届けできたらいいなと思っております。今日は、菅さんありがとうございます。高橋優君ありがとうございます。山本龍太君ありがとうございます。ありがとうございます。最後にでっかいホームランを打ってもらってありがとうございます。優太君。ありがとうございます。ちょっと待って、ホームラン出ちゃうわ。カットするって言ったから言ったのに。ありがとうございます、いや、もう今、締めで言ったから、もうこれほんまで、ほんまダメですよ、そういうの。そうか。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、っていう感じで今ありがとうございました。締めまーす。はい。本当にバカな話もたくさん、しましたけども、この配信上はここまでですってこう締めがあって、でもその後4人でもね、またそのまま飲み会はちょっと30分ぐらいしたんですけど、まあその時にはやっぱりこう真剣な話にもなってね、今後どうなるんだろうみたいなね、今の世の中大変だし、もちろんミュージシャンも大変、いろんな方が大変な思いをしてる時に、まあ僕らは今これからどうしたらいいのかみたいなことを僕らなりにこう話しまして、まあ今すぐにこうミュージシャンができることっていうのはなかなかこう少ないかもしれないんですけども、この今のこの大変な時期がね、終わった時にこう収束した時に、やっぱこうライブ、音楽、エンターテインメントっていうのは皆さんにとってきっと必要になってくるものだと信じてますので、皆さんと共に今のこの大変な時期を乗り越えたいなという話はね、あの4人でしましたよ。ね。まあ一ついいコミュニケーションツール、この現代、令和ならではのツールじゃないかなと思っております。一つ忘れとった、みんなにこうディスパッチャーズってこのオンラインの飲み会やってる時にこのカメラに向けてやってもらわせた。まあ次にしようか。まあ第2弾ももしかしたらあるかもしれません。ありがとうございました。ディスパッチャーズ。